東大門エリアの奥で食べるエビスープのカップ麺チャーハン。東大門市場某所、小さなお店が集まるビルの裏側に、ここで働く人の胃袋を満たす食堂や売店が並んでいる。その一番奥の食料雑貨店。今日私は重大なミッションがあってここに来た。でもせっかくだからここで B 級グルメの極み、カップ麺チャーハンを食べてみたい。モルハメを増したよ。이걸로어계란프라이까지주세요예예예お昼時で大忙し。これはビルの中に出前で届けるラーメン。カップ麺にスープの粉を入れ、お湯で麺をふやかす。空っぽのカップにごま油とごまを入れて、キムチ、目玉焼き、海苔、三種の神器を添えて、卵が難しい。ああ。こりゃ楽しい食べ物だ。日本のそば飯と栄養麺を度外視してでもたまに食べたくなるカップ麺のジャンクな味のコラボレーション。目玉焼きで満足感大幅アップ。そしてキムチの風味と酸味がぴったりのアクセントになる。さらに韓国海苔。三種の神器をあれこれ組み合わせるからマンネリせず楽しめる。
小さな店にひっきりなしにお客さんが来てはカップ麺やおやつやタバコやお酒を買っていく。さてミッションを果たさねば。あ、イエーイ、カムサンキーだ。おる前よ。あ、違う。ちょまりよ。あ、カムサンキーだ。なんとただでお宝ゲット。韓国のインスタントラーメンに必須の長年使い込んだアルミ鍋。さて、これで辛ラーメンでも食べようかな。